弱体化とは何だったのか。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、リミットでね、ブルーアイズが少しだけ構築変わるんですよ。リミット1位に、目覚めの旋律っていうね、カードが、あるんですが、あれが、リミット1にされまして、で、これですね、これ。で、さらにリミット1に銀竜が放り込まれるという、まあ、要はリミットが被るんですね、ここのカードが。なんで、まあ、こういう、デッキ構築ができませんと。ここが被るんで。じゃあ、どっち取るかっていう話なんですよね、皆さんね。もちろん目覚めの旋律あったらこっち出せるんで強いんですけど、ただ精霊竜から銀竜になれないっていうのはちょっと弱いんですよね。ここを例えば銀竜じゃなくて閃光竜スタラストにするとかは、まあ、一応あるんですけども、さすがに銀竜強いと僕は思ってるんですよ。蘇生もできるし、しかもなんか硬いしみたいな感じで。なのでここは僕は銀竜の方を優先してこういう風に構築を変えました。あ、こっちの方が強いわ。こうしといて、天罰の強い。で、これどういうギミックかっていうと、とりあえずこのチューナーいっぱい入れてるんで、チューナーで調和の法殺を使って、で、デッキ掘って、でチューナーと、イニシエのルールを使って聖眼展開して、で、精霊竜を立てていくっていう、そういうギミックですね。で、まあ、運よくオルタナ引ければオルタナからも展開できるしみたいな感じですね。で、そういう意味でここのイニシエのルールを2枚にしてます。はい。で、調和の法殺は圧倒的、オルタナティブ引きたい人生なので、まあ、これを3積みしていくと。で、チューナーが 1,2,3、まあ、これもチューナーと考えて 4,5,6,7 なので、7枚、のに対して調和の法殺が3枚なんで、結構ね決まりますね。これは調和の法殺がある場合はチューナーが結構あるっていう感じになります。で、これ入ってるんですよ。これなんで入ってるかっていうと、イニシエのルールがあるんで、調和で確定でブルーアイズを持ってきたい場面が結構あるんですね、イニシエのルールが入ってる場合。なので、こいつを入れておくと絶対ブルーアイズ、引けるんですよ、調和で。なので、これのためのこれっていう感じですね。で、トラップカードはあとは自由枠なんですよ。なんですけど、これね、僕は今天罰を押しております。カウンタートラップっていうのがでもかなり強くて、インガ切断とか、まあ、サンダーブレイクとかだと、まあ、一長一短あるじゃないですか。例えば、まあ、まあ、こいつ逃げられたり、相手のスプリットドラゴンに対象取ってもあんま意味ないとか、なんかハーピーに対して撃ったらなんか逃げられるとか、あとなんか自分のモンスターバウンされるとかあるんですけども、カウンタートラップってスペルスピードが速いんで、基本的にどんな効果でもチェーンできないんですよ。なんで天罰を入れてます。めちゃくちゃ強いです、天罰は。はい。まあ、摂理でもいいですね、これ、持ってない人は。摂理でもいいし、摂理だったら魔法止めれるっていうパターンもあるかもしれない、もしかしたら。なんで、この、持ってない人は摂理。まあ、基本的には天罰でいいと思う。なんか、陰性のルールがいらねえっていう時もあるし、調和の法則いらねえやっていうのもあるんで、そういう時に、こういうのをコストにして、天罰打てるか強いんで。なんで、まあ、天罰、ある人は天罰いいかなっていう感じですね。ここ代用カードは摂理。で、陰説1枚くらいは入れてくれ。一応、お守りとして。で、あとはもうほんとそのままだな、進化聖眼。今まで通りっていう感じです。エクストラもこんな感じで今まで通り、好きになんかエクシーズモンスターとか入れてくれ。エネアド以外はサンダルファンとかでもいい。好きに入れてくれ。全然ブルーアイズは弱くなってはいなかった。弱体化とは何だったのかって感じ。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方はクロノスデメディチ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。クロノスって珍しいな、バランスか。バランサー、なるほど。バランサーですね。あ、この反動はね、精霊竜いけるんですよ。これ青姫の剣士召喚して、でこれでみんな太鼓持ってくる人が多い中で、この伝説の試合師っていうのが入ってるんで、これを、まあ、サーチしてきてですね、で調和の法殺をぶち込んでいくと。で調和で伝説を捨てますとブルーアイズが、あ、これ強っ、最強じゃん。聖眼ってどんだけ強いの。なんか弱体化とか関係ねえわ、なんも。これどうしようかな。オルタナティブだとでも太鼓いないから回収できないから、これね、霊流が一番いいかな。で、霊流特殊召喚すると。でですね、銀流じゃなくて間違えた、精霊流を横出ししとけばいいんですかね。はい、これで、はい、何も変わってねえ。まあ一応先行精霊流横ターンエンドは意外と強いと思うんですけど、まあ、ライトニングボルテックスっていうカードだけはきついですけど、ライトニングボルテックスだけやめてくださいっていう感じですね。ライトニングボルテックスだけは本当にやめてください。トラミッドクルーザー OK、 了解。トラミッドデッキか、はい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 、トラミッドね。これクルーザーの効果止めれるんで、
精霊流って、それが強いと思いますね。あの墓地に送られた場合、なんかトラミットサーチするっていう効果あるじゃないですか、このクルーザー。その効果止められるんで、なんか結構ね、相手もね意外とね辛いとは思う。スピリット魔法は墓地に行くと結構効果あったりするんですけど、トラミットってその効果を止めてあげれば、まああんまりそんなやばい動きはされないかなっていう感じですね。でしかもあの破壊する、トラミットパルス、あれは対象取るんで、まあ、精霊流で逃げればいいみたいな話あるんで。しかも銀流さなれば、まあ、銀流は私は走り取れませんから。あー OK、 クルーザーでサーチ入れてくるのかな。まあそれは無理だね、それは普通に無理。一旦に一度墓地のカードの効果を止めていく。でクルーザーの効果が無効になっているので、サーチすることはできない。再戦闘精霊流最強ドラミッド横3000で行くの大変だろう、あいつがいなかったら。スフィンクス変身して、できるなとこで、こいつは対象取れないん で、でしかも墓地から、白切れ力プロなんで白切れ流が特殊ができる。あー強いねー、何も変わってねえわブルーアイツ、本当に何が弱体かだよって感じだわ。白切れ流の効果で、ね、ピザ魔法は、逃げられるんで、後ろですかね、ここは。で白切れ流効果発動、後ろを除外させてもらって、でしかもなんかこの白切れるになんか打ってくるんだったら、青眼に変身すればいいだけなんで全然問題ないですね。底なしか、底足嫌だな、底足はちょっと書いてますから、一生出てこないとめんどくさいから。で、これ出してく。でリリーあれ除外されるでしょ、だから普通にあれか、シンクロしかしか、おいはいはい、なんか遅いな、やばいやばいやばい、なんかあやべ、 PC フリーズした、ちょっと待って、 PC フリーズした、ちょっと待って、なんだこれ、押せない、何これ、何が起きてんの。あ、大丈夫だった。で、なんですか、万能地雷、すげえ数入ってんじゃん。こうして、で、はい、で、シンクロ、はい、お疲れ様でした。よすぎるとねえ、このデッキ。さあお相手パターン、社長ですね、よろしくお願いします。進化ミラー来たな、どっちが本物のブルーアイテム使いか決めようじゃないか。青き目の剣士いいだろう、はい、この白石いいだろう、青き目の剣士からのセット、セット、なるほど、俺のターン、俺のターン、ドロー。これはですね2枚あるんで1枚セットしてもいいかもしれないですね、これね。1枚セットして、でもこれトラップ2枚インガか、あれなんだろうな、サンブレとかではなさそうなんで、これこうチェーン的にこれセットしてもいいかな、セットしていいや。で、ターン終了で行くぞ。で、精霊流出てきたとしても天罰っていう最強カードあるんですよ。なので精霊流の効果を天罰でぶち込んであげれば、あ、超圧強いな、でも超圧強い普通に。はい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 、これ伏せ間違ったかな、これ伏せ結構ミスったかもしんねえな、伏せなくてもよかったかもね、今タイプインシェのルール、まあ、白切れ流がやばいな、あーこれミスったかな、そこが果てなき闇ならば。ブルーアイズは大丈夫だ、そっちは大丈夫、まだレアリだったらやばかったね、これあれだったね、太鼓の白石抱えがよかったかもしんないね、普通にシンプルにあの手札を切るカードをコストロして切った方がよかったんで、あー精霊流は全然いいっす、全然いい、全く問題ない。で、精霊流ぶん殴ってきて太鼓 の効果止めてくるみたいな感じでしょ、それ全然いいっすよ、全然いいっす、全然いいっす、全然いいっす、殴らせましょう、これはこれだったら別に、セットしといてよかったなって感じだな、俺の計算に狂いはね今のところ。ターン終了いいだろう、モンスター効果、はいはい、あでもそれでレール出てきたらやばいか、それでレイリュウできたらやばいな、やばくもないか、別に天罰強いよ、白きレイリュウ効果特殊召喚、特殊召喚成功で、あでも天罰ここで打たれたら、あそっちか、危ねえ、よかった、危ねえ、危ねえ今そこで天罰があるって結構やばかったよね。でやっぱ結局なんかセットしたのミスっぽいな、これそうでもねえか、一応墓地行ってるしな、これで、まあ、どっちかの、太鼓は通るで、太鼓の効果発動で無効にしてこようとするんでしょ、で墓地の効果無効ですよの効果、それを天罰で無効にするんですね、これがカウンタートラップの強さ、ほら暗いビリビリビリバコーンそして
白き霊竜を特召喚。あいつも太鼓だったらやばいか。でも反動あいつ今度その反動切る効果にチェンジして今度太鼓みたいなさ、これ何この試合。あ、インガ、いや太鼓やめて、太鼓きつい、危ねえ。オッケー、太鼓じゃない、相手はそんなに強くない。で、もう一個俺はある、もう一個俺はあるよ。で、聖眼出してくる。いい試合だ。さあ、いい試合だけど俺トップこれ中内引きてえな。たる、あー弱い、殴るしかねえ。ゴー、ゴロゴロバーストストリーム。カウンタートラップは強いが太鼓落ちてる。聖眼回収される。いやきついかこれ、きついか聖眼回収。あぶねえ、おっと、戦いは進化。結局ですね皆さん、カウンタートラップって最強なんです。天罰入れた方がいいです絶対。さあお相手の方、ユウギ君か。はいはい、ユウギ君ね。なんだろうな、今ユウギ何なんだろう。ビッグドロー、黒の魔道陣。何、貴様、俺が探していた王の魂、王の魂だったのか。張らせてもらおう、貴様の魂ごと。それキャラクターが違え。マジシャンズロット、え、強くない。ちょ待って、それは強くない。お前それはガンギマネすぎだろ。はキモ、やってること、キモそれ。うわ光るやん、イリュージョンマジック、リバースカードだ。うわ最悪や、最悪や、最悪じゃん。え、どうすんの、どうすればいい。超はないんだよな。いや超あったらね、あの一応耐久できる可能性はあったんですけどね。青き目の剣士召喚するでしょ、で召喚して効果発動。いやこれなんとかして展開できないかな。でまあでも持ってくるの太鼓くらいしかねえもんな。太鼓持ってきて、でいや調和欲しい人生だったこれ本当に。でこれイニシャルルチカなんだよね。これこのままセットするとしても負けそうだから、これ聖眼出していくでしょ。そこが果てなき、これワンチャンシンクロ通るっていう説、シンクロ通る説ですよね、ですよね。いやこれ王様さ、これ決めすぎじゃないですかこれ。え、こんな簡単に陣並みってできるもんな今。永続魔法発動。いや無理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 、全然無理、全然無理なんだが、無理なんだが。これロット回収でしょ。え、リミットとかいう概念どこ行ったの。そんなに簡単に決められる、その盤面。そこだ、モンスター効果発動。あ、え、ブラックマジシャンも出していく、なるほど。これが俺のブラックマジシャンも出していく、ほうほうほう、なるほど。なんで出したの、次のターンで出せばいいの。え、これ一回止められる。でもさ、これさ天罰があるから、なんかワンチャンなんか効果使ってくんねえかな。なんかでも待って、なんかマジシャンもブラックイリュージョンの効果使ってくれたら天罰あったんですけどね。天罰はあのナビゲートでは止められないんで、このシンプルに殴られて死ぬか俺。シンプルに殴られし、ちょっと待って、この人どんだけ強い。お前決めすぎだろそれ。これ許されていいのか、こんなの、こんなことが許されていいのか、こんなことが許されていいのかって言ってんだよ。ふざけんなよ、これ何、これ天罰が対象に取られてんの。え、もう打っても負けじゃんこれ、マジで無理なんだけど。希少すぎないかこれ、さすがに無理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 、全然無理、全然無理、全然無理。リーダー殴る、殴るしかないか、殴るしかない。で、墓地のナビゲートある。いや全然無理だぞ、こんなことが許されていいのか。まだなんでこのなんかガチガチに縛られたリミットの中で、やばこいつ、やばいってこいつ、完全に決まりすぎ、お薬決めすぎ、マジでピエール滝かよお前、ふざけんなよ。
やべえだろ、もういい、殴れよ早く、殴れ、どうしな、ショイワーこいつやばいよやってること。これがね許されていいんだったら本当デュエルリンク全員やめますよ。本当に今すぐに僕はやめようと思いました、このゲーム。